あらす、三沢先生です。なんとですね、今回、7万人突破しました。あ、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。7万人の皆様、ありがとうございます。ということで、今回なんですけれども、7万人を突破したということで、記念すべく。ということでですね、今回7万人を突破したということで、この、7枚のホタテ。これ、青森から届いたんですけれども。見てください、そしてこれ。懐かしい。昔はこれで焼いてたんですよね。釣り線ピチピチ TV。これを使ってですね、初心に帰って、このホタテを食べながら、みんなと一緒にパーティーしていこうと思います。いや、テンション上がってきたな。今日はね、休みなんですけど、休みっていうか、基本的に仕事は休みの日に撮影してるんで、休みなのか何なのかちょっとわからないっていうね。まあそういうとこもあるんですけれども。この前ね、そういえば青空レストランさん、縁があって出演させてもらったんですけれども、あの宮川大輔さんもね、うまいって言ってるやつね、縁があって日本テレビさんに出演させてもらったんですけれども、なんとですね、あの出演させてもらった回も700回記念っていう記念すべき回やって、7、なんか今俺に7が来てんねんな。7、ラッキー7って言うでしょこれ。ラッキー7、めちゃめちゃ7が俺に今近づいてきてる。近づいてきてるっていうか7や、俺そのものが7。まあっていうこともあってね、もう早速乾杯していこうと思います。それでは地球の皆さん、皆さんのおかげで7万人突破させていただきました。第1関門まであと3万人ということで、あと3万人の皆さん、ほんまお願いします。登録ポチッと押してもらうだけでいいんで、押してください。今見てる登録してない方が押すだけで多分1日で10万人いくと思うんです。はい、まあそんな感じなんですけど、もう嬉しい。乾杯します。釣り線ピチピチ TV、 7万人おめでとう。みんなおめでとう。そしてこれから登録してくれるみんな、ありがとう。めっちゃうまい。今昼12時45分でございます。最高。今日はこんな感じで貝を焼きながら初心を振り返ったり、今後の展開どうしていくのかとか、ちょっと思ってる目標を喋ったり、あと特許を取得した水、そのことについても今後の展開とかを語っていきたいなと思うんで、まあ俺も俺で7万人っていうことでテンションも上がってるから、もうなんか決めずにもやっちゃおうかなって。もうただただ飲んで7枚のホタテを食らいながら喋るっていうことで、今からまずはこの貝を下処理していきましょう。レッツゴー。魚屋の釣り船ピッチピッチ TV、 あ、弾まるよ。はい、ということで今回はですね、青森県の K さんから送っていただいたこの殻付きのホタテ、魚屋さんではね、カラホって言うんです。カラホ、このまま焼いてももちろん美味しいんですけど、やっぱりちゃんと料理したごめん。だから開けてあるものを一緒に入れて、グツグツグツと美味しいホタテに変身させようと思います。なんかこんなに枚数あるから、まあ1枚は普通に食べて、あとの2枚とかはなんかトッピングして食べていこうかな。楽しみ。じゃあ剥いていくぜ。とその前にスーパーに寄ってるかよ。ほら、 M の人は M サイズ。はい、じゃあこれ使って外していきましょう。別に海洋じゃないねんけど、工具これ、ペリカン、多分工具な。これしかない。今これで剥がしていこう。ちょっとパカーって口開けるからほっといたら、ここからちょん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 と貝紐を外してあげて、なんか手前からスッ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 ってやると取れやすいな。ホタテの貝柱は、ホタテっていうか何でもしたけど、ほらスッ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 って、ほらパカイグで、こっちからこうやると取りにくい感じやな。俺からすると、貝屋さんからするとよう分からへんけど、こうやると綺麗に取れるイメージ。この音無理なしておるかもな。どうしよう、全カットか。こんな綺麗に取れる。これこれをどんどんやっていくぜ。昼間からこんなん最高やな。ほんでこのさ、黒いとこ、これ、この黒いとこ、これ、ね、何やったっけ、ウロウロって言ってたかな。ウロって言うんやけど、このウロに貝毒っていうのがおるらしくて、なんかこれは食べへん方がいいらしい。だから外した後ここも外していく。今まで全然食べてきたけどな。俺基本的に何食べてもさ、大体腹壊すねんか。だから当たってんのかなんかはようわからん。柿とかもめっちゃ好きやねんけど、柿なんか食べたら絶対次の日腹壊してるから。それでも食う、それでも食らう海の幸。まあなんか海の幸が俺を呼んでんねんな。だから食うしかないやん。海はいいよね。肉もいいし、食事って楽しいよね。あ、びっくりした、挟まれた。ほら挟まれた、びっくりした。強いこいつ。こういう時は置いとく。で、空いてるやつから挟まれる前に外しちゃう。みーぷりんぷりん、ほら。あー、閉じるー閉じるー閉じ
る前にさーっと、はい、閉じる前に外す。これがあれやな、紐って言われる部分。ここも美味しい。これ貝紐、この周りについてるのかな、これ。これ見て、めっちゃ息がいい。見えるかな、ほら。ほら、開いてきたやろ。こいつ結構感度良かったからな、バッていかなかな、これ。あっ、ちょっと待っとこうか。男と男の根性勝負。かけへんわ。そんな時は実はホタテってまあまあ横開いてんねん。だからこっから、ごめんなさい、横からごめんなさい。横からやるとこうなっちゃったりすんねんな。ほら見て、カイヤさんはもっと上手いんやけど、ほら失敗しちゃった。よし、じゃあ取り終わったんでカットしていきましょう。はい、じゃあこれの紐を取って、この黒いとこの裏、この裏を外しちゃいます。別に紐ついたままでもいいけど、部位ごとで食べようかなと思って外してる。これ裏、これ裏。みんなホタテ好き？俺めっちゃ好き。てか貝がめっちゃ好き。作りはそんなに好きじゃないねんけどな。なんか知らんけど、醤油焼きとかバター焼きとかがめっちゃ好きやん。もうめっちゃ好き。よいしょ。いや、せやけどほんま7万人ってすごいよな。ただの魚屋の YouTube が7万人、ありがたいよな。ちなみに釣り船は YouTube やってなかったらコロナ禍で多分潰れてた。潰れてたな、絶対。コロナ中にやばいなと思って魚を飲食店に卸してただけやからさ、飲食店がもう空いてないから卸すとこないやん。もう自分で食べるしかない、地獄。はい、じゃあ貝は焼く前にしっかりこれ洗って、殻が入ってガリって言ったら嫌やん。あれ嫌よな、あれ貝が嫌いになる原因の一つよな。ガリって言ったらもうテンションめっちゃ下がるやん。もうあれすごい嫌い。よし、じゃあ黒い方が浅くて白い方が深い。お皿がほら分かるかな、分かんにくいけど、ほらちょっとこっちの方が深い。だから白い方にホタテを並べていこうぜ。よし、ポン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 。こっちはちょっとジャラジャラしてるからさっと洗おう。じゃあほい、大根、大根ちゃうわ、何やったこれ、玉ねぎ。玉ねぎとホタテって付き合ってるから知ってた。玉ねぎとホタテはできている。これをちょっと歯ごたえ感じれるぐらいの分厚さで切る。ちょっと分厚め、オニオンスライスよりちょっと分厚め、野菜炒めより薄め。こんな感じ？もうちょっといこうか。美味しいからな。おい、1個は塩焼きで食べる。いや、2個塩焼きで食べようかな。で、あとはこれを下に引く。下に玉ねぎを引く。はい、じゃーん、ピーマン。これこの辺切って裏からポコッと押したら、はい、ここも食べれます。ピーマンはこうしようか。よいしょ。もう何するか分かってきたんちゃう。うわ、ピーマン好きやからな。これもいこう、もういっちょ。よし、これでいこう。ネギも切っとく。久しぶりやな。動くんかな。はい、水入れる。これ便利やね、ほんま。家に焼き台あってもこっちで焼いた方がほんま洗いやすいし、こっちの方がうまい。じゃあまずはシンプルに塩焼き。は
はいどうもアルペンザルズ。一振りでいいか、一振りでいいわ。うん、一振りで。こっち仕上げでちょっとこっち焦がし醤油みたいにしようかな。蓋して。はい。いってらっしゃい。あ、これやっぱ壊れてるわ。見て。見てほら、こっち側ついてない。こっち赤いけど。やっぱほったらかしとったら壊れんねんな。誰か抽選で1名様プレゼント。壊れてるけど誰がいんねんってな。いやもうめっちゃいい匂いしてるわ。開けんで。ダーン。うわー絶対焼けてるこれ。強制終了。わめっちゃいい匂いしてる。うわちょっとちょっと上豚にくっついてる。やばい。あ落ちろ落ちろ。熱っ。よっしゃ、こっちもか。うわめっちゃうまそう。このタイミングでこっちは塩焼きで食べる。こっちはちょっと醤油垂らして。ネギうまそう。ちょっともう無理、食べよ。食べていい？とりあえずこれ食べるわ。我慢できんぞ。いただきます。うん、めっちゃシンプル。うまっ。塩焼きって感じ。見てこれ、やばくない？うんまっ。うまっ。あめっちゃうまいわ。うまっ。炭酸を逃がさずゆっくり入れる。いやーうまい。しゃこれ食べんの。右からいく。絶対うまいやんこれ。塩焼きであんなうまいねん。でも絶対うまいやん。いただきます。うんまっ。ひも、うん、焦がし醤油効いてる。うまい。うまっ。ちょっとこの汁もいただきますか。うまい。ちょっと何の企画かわからんくなってきたな。次はこれいこう。どっちもちょっと粗挽き塩コショウ一振りで、ここにバター。バターね。バリー。これで蓋して、バイバーイ。ええ匂いしてきたわ。ちょっと開けんで。これやっぱ上にくっつくな。これこれ問題やな。これほらこれすごく嫌よ。ジャーン。7万人おめでとう。くわうまっ。ジューン。よいしょ。じゃあもうちょっと行ってらっしゃい。強制終了。オープン。うわっめっちゃうまそう。やっぱ上くっつくんか。こっちはうわ焦げてるからええ匂い。でこっちはドーン。俺の大好きなタバスコ。うわないわ。そんな時はもちろんもう一個ある。タバスコはね基本予備はいるもんで。よしよしよしよっしゃ。うまそう。うわこっちから行こう。醤油から行こう。バター醤油絶対うまいやん。これあかん。休み最高。めちゃめちゃうまい。ホタテに大根。大根ちゃうわ。何やったっけこれ。ホタテに玉ねぎ。ほんま合うからやってみてみんな。ホタテに玉ねぎとバター。うんうまっ。
ってきた。貝ってサザエのつぼ焼きとかもそうやけどさ、これがめっちゃうまいねんな。てか全てがうまい、辛い以外の全てが。あーうまい。うーん、君にキスしてしまいそうだよ。はい、優勝、優勝、あなた優勝、おめでとう、君は優勝や、うまい。こんなことしてていいんだろうか、日曜日の真っ昼間に。けど今日天気いいからみんなバーベキューとかしてんねやろな。ええな、最近休みっていう休み取ってないからな。完全なる休みってあんまりないから、基本的に何か仕事してる。ほんまにうまいこれ。せやけどさ、ほんま7万人ってめっちゃありがたいよな。マジでありがたい。ありがとうございます。何回も何回もお礼言える。マジでありがとうございます。7万人です。長いようで短いようで、ちょうど2年ぐらいですかね、 YouTube やりだして。7万人いよいよ到達して、あと3万人でいよいよ10万人ということで。なんか YouTube ドリーム、 YouTube ドリームって言うけど、ほんまに YouTube やってるやつしかわからんと思う、これ。 YouTube やりだして言うたら7万人やけど、されど7万人みたいな感じやん。言うても7万人やん。そんな感じやん。7万人ってさ、すごいな、めっちゃすごいなって思うけど、実際すごい YouTuber はいっぱいある中から見ると、7万人ってまあ7万人やな、まだまだやん。そんなんでもめちゃめちゃ人生変わってきてんねん、俺。ほんまに。もうそれは YouTube 見てくれてるみんなに感謝しかないし、ほんまに感謝でしかない。マジで。言葉出てこへん、これ以外。感謝でしかない。で、それ以上に、どん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 、もっともっとみんなになんか恩返ししたいなっていう気持ちがすごいいっぱいあるから、いろんなことを考えてんねんけど、俺がみんなとは違って、一つだけできることは、うまいを届けることだけやねん。なんか俺ってさ、最初何を届けたらいいんかなって思ってて。でもどん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 動画を出していくうちに、みんなに言われるようになったのが、お前が言ってるからうまいんやろって言ってもらえるようになってんだ。それってさ、すごい俺の中で、あ、そこやったんやっていう。さばき方がどうとかとか、その魚はこうやって食べたらどう、こうみたいなとか、締め方がああだこうだ、それが一番上に来るんかなと俺思ってて。じゃあもうこれ完全に最近はよく言われるんだけど、お前がうまいって言ったらうまいんやろ、これって俺にとって最強の言葉で、これを狙ってたわけじゃないけど、これになってった理由って考えたら、鬼締めを広めてって広めてって、美味しい魚を持って帰ってきてもらって、映像だけでこれ美味しそうやろって言ったんじゃないやん。俺はみんなに実践してもらえることをみんなに伝えて、みんなが実践してほんまにそれが美味しくなったわけやん。で、俺がみんなに言ってることってほんまなんやって YouTube を通して思ってもらえるようになったわけやんか。実証できるわけやんか。俺がやってることがみんなにも実験検証ができて、食べて事実をお伝えすることができるわけやんか。それで意見一致したら、あ、もうこいつ言ってること正しいなって思ってもらえるようになって、それって俺の中で最強の武器やなと思ってて、魚からしたらさ、包丁とかなんでもあるやんか。そんな武器よりももう最高の武器やなと思ってて、それはもうほんまにみんな感謝してる。ほんまにありがとう。もうめちゃめちゃ嬉しい。それぶっちゃけ食レポの YouTube なんてほんまにうまいかどうか分かれへん。うまってテレビと一緒やんか。うまって言ってるけど、ほんまにそれがうまいかどうか分からへんか。それってさ、その人と一緒にいつも飯行ってて、その人がいつもうまい飯を連れてってくれとったら、テレビ出とっても、あの人がうまいって言ってるからうまいんやろなって思えるやん。でもそんなんな、思える人なんか少ない、テレビに出てる中で。YouTube もそうやけど。でもそれを YouTube で、俺がやってることをみんなにもやってもらえて、俺がやってることがうまいっていうのがみんなに伝わって、で、それが成立してくると、もっともっと俺って他のことに時間を費やせるようになんねんな。それが今、最高に生きてきてんねん。だからここで、たどり着いた特許の水。今大事なところや。だからこそみんなのおかげでたどり着いた特許取得した水の話だと思う。こんな話俺に舞い込んでくると俺は半年前まで思ってへんかったから。ええ感じやな。うーわー完璧やー。強制終了。うーわー完璧やー。強制終了。うまそう。やばいな。そう、ほんでその特許を取得した水、これって俺からしたらすっごい案件なわけで、今まで何件かは案件来てんけど全部まあ断ってて一個もしてないねんけど、まあ要は初の案件がすんごい話が来たわけ。びっくりしたし、俺もなんで俺なんかに来んねやろって、俺なんかに来んねやろって思った反面、まあ、そら来るやろなとは思ってたで。何かはでもそんなこととは思ってへんかったから、正直マジでびっくりした。その取得者、特許取得者ね、海坊くんっていう、海坊っていう名前でツイッターとかやってんねんけど、その人を紹介してくれたのはいつも俺が一緒におるパパチェルやねん。 YouTube やってるね、パパチェルクッキング、あの人が繋げてくれてんけど、ここから俺たちの人生を変えるっていうかは、どっちかっていうと日本の流通、鮮魚流通を変えていく、日本の鮮魚革命をするって、そのレベルのキャパで今話を進めてんの。量的だ。
ほんでさ、特許を取得した水を使って動画でどん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 アップしてって、みんなにこう見せながら話を進めてってんねんけど、まあ、うちのチャンネルは特にリアルを伝えていくっていう、俺の仕事のありのままを伝えていくチャンネルやから、もう全部そのままリアリティで見せていくねんけど、だからザ・リアリティショーって俺はいつも言ってんねんけど、だから動画で出してってることってみんなに話せることをどんどん出してってるわけよ、その特許を取得した水に関しても。だから結構みんなお店に来て、あれなんなんこれなんなんって聞いてもらえないけど、俺もお店に立ってるからいろんな人が何人と来るわけよ。その人らに全部同じ質問されるわけよ、ほんまに。それは俺 YouTube で伝えてってるから、 YouTube を待ってほしい。聞きたい気持ちも分かる、聞きたいような感じになっちゃうねん。それはリアルで伝えてってるから、そこを分かってほしい。だからどん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 伝えてった中で質問とかはいっぱいあると思う。それはコメントに残してくれたらいいし、直接聞かれても俺はもう返事できへんけど、でも俺居酒屋立ってたら返事するしかないやん。目の前にお客さん座ってんねん、もうそれ毎日何十回って俺喋られるわけ。それはちょっとごめんやけどやめてほしい。聞いてくれるの嬉しいけど、それはもう動画で待っててほしい。ただその中で企業さんとか何かそれにまつわることができる方とかおれば、ぜひぜひ声かけてほしいっていうのはすごいあるな。そんな感じでほんまに仕事として進めてってのが、その特許の水、海坊の水やな。特許水って最初の頃言っちゃってて、今ごめんやけどそれは訂正する。特許水って俺らとは全然違う種類の水のことやって、だからみんな特許水で検索してると思うんやけど、特許水で検索してもそれは俺らの水じゃないから、もうちょっと待ってほしい。秘密にしてるわけじゃない、何も。なんかアンチコメントで秘密にしてるから怪しいとか、なんかそれは添加物入れてるんでしょどうせとか、まあ、そんな話もあるけど、もうそんな置いといて、もっと素直に見てくれたらいいかな。文句ある人はもう見やんかったらいいし、別にそれでいいと思う。 YouTube って自分で他のチャンネル見れるやん、強制で見せてるわけじゃないから。もうそれやったらバットボタン押してくれたら見えへんになるやん。それでいいやん、でしょ。それでいいね。うまっ、めっちゃうまいわ。うまいしか出てこへん。青森ありがとう。あー、なんか一人でキャンプしてるみたいになってきたな。うんうん、そう、だから特許の水、海坊の水ってこれから言うから、海坊の水って思ってください、名前は。で、その海坊の水やねんけど、今後もどん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 研究しながら世に広めるための準備を着々と進めていってんねんけど、今そんな中でこの前インスタグラムでもストーリーで俺上げとったから、なんとなく分かってる人もおると思うけど、なんとですね、絡んでくれることになりました。びっくりしたもんな俺。釣り線ピッチピチ TV 様って言って、まさかから連絡来ると思えへん、えと思って、もうなんかびっくりしたの。もうそんなとこまで来てんねんなって。まあ、改めて声かけてくれた海坊くん、繋げてくれたパパチェル、そして支えてくれてるメンバー、全員で6人やねんけど、もうそのメンバーにマジで感謝しかない。で、早速、さんにはもう伺って、お会いして、お話しさせてもらって、話進んでってるんで、怪しい水って思ってる人からすると、もうそれだけで一つ納得するんじゃないのって俺は思う。まあ、そういう意味でも、すごい力強い、型を組んでくれる、日本の一次産業の大御所中の大御所やんか。そこが俺たちに絡んでくれてるっていうことは、一つの説得にもなると思うし、俺たちは絶対にそこにたどり着くように動いていくから、ほんまにみんなのパワーが日本を世界を変えます。ということで、今回は7万人ということをみんなに俺言いたくて動画撮ってきたんやけど、これから目標としては、さっきも言ったように絶対に10万人、第一関門として10万人を突破することと、みんなにどん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 リアルをもっともっと届けていく、仕事のリアルを全部届けていく。で、その中でいつも通りの動画も海防水の動画も混ざってくると思うんやけど、最近コメントでいろいろあんねやんか、海防水は自分で使えないから面白くないとか、だから普段のおにじめの動画、そっからの料理動画とかをやってくれって言われんねんけど、まあそれは織り交ぜながら、これはそれのどっちも良くするための釣り線の仕事として、俺のリアルとして、みんな応援しながら楽しみながら見てほしい。そこだけよろしくお願いします。ということで、7万人のお話もいいですけど、海防水の話もいいですけど、その前にチャンネル登録してないあなた、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また皆さん地球のどこかでお会いしましょう。チャオ。7万人とホタテに感謝やわ。もう一回食べよう。地球の健康